世間的にはマノンって最弱候補っぽい評価ですが、川野さん的にはどうなんですか。最弱はね、ホンダだね。ホンダ、あーホンダです。このゲーム最弱、もう俺この話マジでね1日5回ぐらいできる。自分もホンダだと思う。そうだよな、ホンダがいっちゃ弱いよマジで。ザンギは全然爆発力あるなって思うよ正直。ホンダ弱すぎるから本調整でバフしてあげてください。てかね、100巻と頭突き弱くして、まあ頭突きはそのままでもいいや、100巻ちょっと弱くして、ちょっと通常技あたりのフレームをしっかり見直してほしい。いやマジ100巻フリーにして通常技強化、みんな得するからね。ちなみにみんな得するからこの調整って。でもさこいつ勝率1位つってもさ、そのマスター対勝率1位つってもさ、レジェ対の見せてほしいわ。あのレジェ対勝率みたいな、マスター対じゃなくてレジェ対見たいわ。絶対落ち、あの低いと思う。2月頭のデータだけど、レジェンド対 VS レジェンドでのレート、これやろ。レジェンドランク CR マッチ、 CR マッチってなんだろう、わからんけど見るぞ。まあ上位2キャラはラシードとルーク、まあこれだけを鵜呑みにしろとは言わんけどさ、レジェ隊でどんだけホンダが簡単に処されるかってのをね言います。どこホンダ、ほらこんな下に、こんな下にホンダと竜並んでおなじみ日本人最弱コンビ、なんなのこれ。ほんとにホンダ 44.33%、 竜 44.61%、 おなじみ最弱コンビが並んでんだよ。いやもうきついんだってホンダで。その中でホンダが一番低い頃勝率 40.84%、 これ誰、マリーザなんだ。へえ、マリーザなのは意外かも。まあまあここら辺は結構多分そのレジェの偏りとかはあると思うからどうでもいいんだけど、マジで弱いんだってホンダ。だってさすごくない、マスター隊でまでずっと勝率1位誇ってたキャラがさ、レジェ隊になった途端急に下から2番目ってさ、そんなことある。あ嘘、下から2番目ちゃうわ、下から1番目や、最弱や。え、あのホンダ VSJP、 あれ、あ 38.98JP。 まあここら辺はね、まあこれアップデート前だから、まあさすがにちょっと上がってるかもしんないけど、マジで弱いんだって。これ強化前だけど、竜の34.04 って誰、リュウ 34.04 おんねんけど、え、ガイル、ガイルか。 34.04 おもろいな。一番低いのだって 34.04 でしょ、マジで。これより低い数値ないよ。リリーの 29.89、 ダルシム、へえ、リリーダルシムってきついんだ。スト6から格ゲーでホンダを触ってるんですが辛いです。他キャラ逃げようとしたんですがゴールドと勝負するレベルまで落ちるので余計に辛いです。ホンダからは逃げられないんでしょうか。いやもうホンダで行くしかないよね。ただブランカにキャラ替えするのはありよ。ブランカだったらまあちょっと操作感は似てると思うよ。ブランカはガチで強いから、てかあの完全にホンダの強化版やからブランカって、まあ、ブランカ伸びてきたの最近だからね。さっきの勝率で下から3番目とかだけど、ブランク伸びていたの最近だし、プロがあんま使ってなかったってのもあるから、今は俺は10は確実にあって5全然あるなって思うよ。5強ブランカに関して言えば MR1800-1900 でずっと停滞してます。ブランカ頑張ります。 MR1900 いけて他キャラ触ったらゴールドなの完全に呪いでかさ。それは呪いだね。それはガチ呪いだね。いやごめん、もうこんな弱い弱いってさ、お前じゃ具体的に言えよって話やけどさ、あのね細かいフレーム周りマジ弱いんよ。いやな、細かいとこが弱いんよね。ちょこれね説明しろって言われるとむずいんだけど、ただねそのね、その100巻はねアホなんよ。これアホなんよ。これさ、まあこのガード表でガードさせたらプライチとかもうわけわからん性能しとって、なんか本当にいいとこに出たらマジで落としづらいから、ただねもうねこれだけなんよ強い技って。だからもうね100巻と頭突きマジで普通に弱くして、通常技周りもうちょっとやってほしい。いやなんかね確定取れないとかすごい多いんよねこのキャラ。
リーチ短いし発生も遅いから何も確定ないみたいな、確定反撃取れないみたいな、すごい多くて、例えばですよ、例えばとして、これマジなんもないからね。すごくない？この距離でないからね。この距離ですごくない？なんだろうこれ。マジでこういうの多いんよこのキャラ。 SA1 だったら入るとかあるんだけど、たかが台足にさ、こんなさ、この台足っていうさ、本来ハイリスクハイリターンの技に対してさ、ブンブン振られて SA1 でしか返せないってどうなっていう。なんかやっぱね、頭突きとかも硬直がすごいんだ。なんかよくさあるやん、弱頭突きでパリ釣って投げとか。もうこれすごいぼったくりだから、こっちも一旦パリ構えてしっかり、あ、弱頭突きだなって認識してラッシュすれば止めれるし、硬直がすごくて、で その点ブランカとかはさ、硬直短いからこういうことにはならんのよね。いやだからマジで100巻頭突き弱くして通常技とかそこら辺を強化するってのがマジで、だからホンダを強化しろって言うとさ、なんかすごい毛嫌いする人めっちゃ多いじゃん。ただこれって何、100巻とか頭突き弱くなってるんであればマジみんなが幸せになる調整だからね。マジみんなが幸せになる調整だから、別にこう台足がさちょっと長くなったからってさ変わんないでしょっていう。なんでこんな性能で生み出されたんですかね。それはホンダの話題で俺らが毎回一喜一憂してバカ騒ぎできるからだよ。完璧な調整ほどつまらないものはない。あ、それ格言だね。それは格言です。プラチナ隊の友人はホンダを全員ブロックしてました。いやだからマジでなんだろう、だからやめちゃうじゃん。ホンダ強えっつってさ、初心者がやめちゃうきっかけにもなるし、それして、そしてですよ、ある程度上のランクまで行ったホンダが、いやー無理だ勝てないっつってやめちゃうじゃん。そのスパイラルやばくないって結構思う。そのホンダにやられてやめる人だけじゃなくて、やめるホンダもめっちゃ多いと思うんだよね。これってまあただの俺の感想やから分からんけどさ、ホンダ使って思ったのは、使えば使うほど「はいホンダ」って茶化されるのが一番辛い。いやホンダって見た目とかさめっちゃかっこいいじゃん、シックスとかさ。別にキャラ愛ある人いるだろうしね、普通に。今みたいなネタ枠みたいな感じだったらね、それよかちゃんとしたフレーム周りの調整とかされた方がいいよ。ホンダキャラ自体は好きだから、頭突き100巻出してるだけの今の性能が変わったら使いたい。そうだよね。いや俺もそうだよ、本当にキャラ自体は好きなんだよ。俺も超好きだよ、ホンダ。みんなが思ってるより好きだよ。まあその4のホンダはちょっと若干キモいなって思っちゃうけど、なんか今のホンダはなんかすごいどっしり感があって好きなんだよな。あのね、今のホンダのね、張り手の弱さ俺すごいと思う。って今の張り手のフレームの弱さやばいよ。この弱張り手マイナス4やん。だから基本的に確定取られるんよね。まあ、ジュリの4フレとかすげえ短いんだけど、まあ普通に確定取られる。で、これ当たり前じゃん。これすごく当たり前。だってさ、このゲームってやっぱそのドライブゲージがある以上、何、見てからパリできない相手のドライブゲージを削る行動ってすごく強いんだわ。だこれもし確定なかったらさ、これで一生固めてさ、ドライブゲージ削りとかできちゃうから、これに確定反撃があるの至極当然なので、当然弱だけじゃなく中はマイナス8で、今日もマイナス8なんだけど、まあこれ当たり前じゃん。でですよ、こいつ、OD もマイナス3なんですよね。OD もマイナス3。で、これで、貯めるじゃないですか。貯め要素あるじゃないですか、ホンダ。置き攻め捨てで貯めると。これ、OD で、マイナス3なんですよ。で、貯めて、弱張り手、マイナス4なんですよ。これ、せめてさ、せめて、溜めてる時の弱張り手、プラスフレームくれとは言わんからさ、確定反撃はなくてよくないっていう。確定反撃、ある必要あるっていう。せめてさ、ゴムとかさ、マイナー1とかでよくない？ただ、ちなみにこれホンダ使ってて思ったのは、こういうさ、OD 弱張り手プラス溜めとかあるとさ、なんか見た目さ、
めっちゃ強そうじゃん。めっちゃ強そうだから、まるでこっちがユーリフレームを取ってるかのようにコマ投げが出たりするんだけど、これ普通プラスって思うよね。普通だったらプラスって思っちゃう。ここら辺のさ、フレーム周りマジでちょっと一回見直してほしいわ。どう見てもユーリ、そうなんだよな